子供プロダクションチャンネルでございます。いやー、ちょっと参っちゃいまして、今急遽回してるんですが、昨日飛んじゃってですね、このアンプが。だいたいいつも音楽聴くときは30分か40分ぐらいアンプ温めてから音楽聴くんですが、だいたいね、20分ぐらいしたときにスピーカー、アルテックのあのフラメンコからバンっていうでかい音鳴って、ビクッ、何事だって思って見に来たんですよ、アンプを。そしたらその後、今度はガゴッガガガガみたいな音と同時にヒューンって消えちゃって、真空管の明かりが、アンプ飛んじゃったんですよね。まあちょっと思い当たることといえば、まずはGEC って聞いてたんですよ、真空管は。で、これ4本、本当はね、あそこで買おうと思ったの。ハイファイ島で出てたんで。で、店員さんに電話して、ちょっと状態だとか、こう、確認してる最中に、店員さんと話してる最中に、ソールドアウトになっちゃって、他で探さなきゃならなくなったんですよ。そしたらヤフオクに出てるものがあったんで、そっからオークションから購入したんですよ。で、その時はね、本当はこの真空管だったんです。ここの部分が。これだったの。この4本セットだったの、本当は。だけど、この1本が赤く発光してて、これ発光したまま使ってても大丈夫ですかって出品者の人に電話したら、新しいの送るから交換品を、それ使ってくれって言われて、この4本の特性合ってるものじゃなくていいのかっつって、その1本だけ送ってもらってそれ交換するだけでいいのかっつったら、大丈夫だと思うっていうことで送られてきたんですよ、これが。そしたらね、他のに比べて背が低いんですよ、こいつだけで。なんか見た目も悪いでしょ。だからこいつらと背が合うものを送ってくれって言われて、あ、言われてるじゃなくて、私が言って、でね、送られてきたのが今度はこれなの。これ。背は合ってるでしょ？で、これを刺して温めてたら、バンってなっちゃったんですよ。参っちゃいましたよ。これ全部 GEC なんだけど。で、とりあえず、ヒューズ外したらね、ヒューズは真っ黒焦げになってました。真っ黒焦げ。で、中見たら、中は、見た感じ、焦げてるものとか、なんか破裂してるものとかはなかったんで、まずはヒューズを変えてみようかなっていうところで、やってみようかなと思うんだけど。で、プリアンプはプリアンプで今修理に出てるんですよ。プリアンプの代わりに、あれね、DJ ミキサーで、プリアンプは今修理中です。入力のセレクターのスイッチ回してたらいきなりランプが消えちゃって、まあ音は出てるんだけど、で、その時修理に出したんですよ。そしたら、直しましたって、ハンダ外れてたって言って、ランプのところ。で、帰ってきたんだけど、1ヶ月半ぐらいしか経ってないんだけど、また同じ症状になって、で、今、また修理に出してるところなんですよ。最近ちょっとそういうの多いんですよね。そうそう、そういえば、この間インスタの方で、店で使う MC275 もオークションで入れたんだけど、入手したんだけど、右のチャンネルからハメが出るっていうのも、ここの、真空管買ったところと同じところから買ったんですよね。大丈夫かな。ちょっとあまり日本語できない感じのとこだったんで不安なんですけど、まあ解決できればいいですけど、まずはちょっとヒューズ変えるところからやってみます。まずはヒューズ交換します。近所のケーズ電機から買ってきたエルパのヒューズ。よし、まずヒューズ交換したんでスイッチ入れてみます。お、明かり入ってきた。ちょっとこのまま
しばらく様子見てみましょう。スピーカーから異音とかは出てないな。怖えな、真空管。軽く音出してみるか。はい、無事音鳴りました。ヒューズ変えただけ。よかった。問題なくなっております。